はい今回はこちらの問題集の音読み問題を解きました全部で400問です400問解いて正解したのが376問正答率が94%ですえこの問題集自体は1週目なんですけど1冊目にこちらの問題集でも読み問題かなり解いてますし定筆さんのサイトでも音読みメインで結構演習をしてきたのでかなり解けたかなと思います 間違えた問問題が24問ですね。いくつかご紹介するとまず「善友」この「税友」の「ゆう」の部分を私はいつも「税十」と呼んでしまいます。なんかこの2文字目の漢字が「十」って読みそうなイメージだなと思って「十」って読んじゃうんですけどあの漢字辞典で調べても「十」っていう読み方はなくて「ゆう」だけなので正解は「税友」です。余分なものとか、こぶとイボとか、そういう意味です。ね。で、あとは、 おうおうはおうおうと読んでツになりました2文字目が「おう」じゃなくて「う」なんですよねでこれについては関係漢字辞典で調べると2文字目も「おう」という読みはあるみたいなんですけどこういうふうに2文字続けてで使われた場合は「う」と読むみたいですおううと読むらしいです、えー、それから「平愛ですね 平安を「平安」と呼んでバツになりました「平」の上の部分の作りから「平」かなと思って読んだんですけど「平」でした「平安、えー」それから「曲弁」これは「緑弁」と読んでバツになりました右側の「力」というところから「緑」かなと思ったんですけど正解は極「曲、えー」あと「愛フンですね これは、アイフンじゃなくて、アイキと呼んで罰になりました。これはちょっと正解したかったですね。あの、2文字目にフンという漢字が入ってるので、そのまま素直に読めばアイフンで正解できたと思うんですけど、アイキと呼んで罰になってしまいました。で、あとは、 シュエイですね。これ提筆さんのサイトで何回かやっていて特殊な読みの熟語っていうイメージはあったんですけどちょっと久しぶりに問題集で見て解いたら間違えました「シュユと答えて罰になりました「シュはなんか覚えてたんですけど2文字目ですね2文字目を「ユと読んでツ。正解は「シュェイ、もしくは「エイえ。あとは「少女」これを「幼女」と読んで罰になりました この熟語はあの一冊目の新生、えー、出版の紫色の問題集の方でもやってるんですけど、あのすっかり忘れていて間違えました。この羊という字が入っているので羊と読んでしまったんですけど、正解は少女、しょうと読む学校という意味の熟語ですね。はい、えー、それでは次回は訓読みをやりたいと思います。 訓読みは音読みほどちょっと力を入れてやってないので点数が取れるかちょっと不安なんですけど頑張って解いてみたいと思いますそれでではは今回の動画は以上です。